はい、ナマステ。このビデオは、JFND のチャット GPT で、チャット GPT を通して第二外国語を学ぶというコースの第6週の2本目のビデオになります。1本目のビデオでは、TTSMP3.com というウェブサイトをご紹介しました。ここでも、簡単な、音声ファイル、オーディオファイルを作ることはできますけれども、ここではその2人の人が会話しているのに1つの声で MP3 のそのオーディオファイルを作ることしかできませんでした。で、皆さんね、多分それはちょっと嫌だなと、2人の人が話をしているんだったら2人の声で違う声でね、会話をしてほしいなと、そういうオーディオファイルが欲しいなと思う人もいるかもしれません。はい、そういう人のためにご紹介したいのが声フォントというウェブサイトですね。声フォント、間違っちゃった。声フォントドットクラウドっていう、こういうところです。はい、これはですね、AI が作っている、なんていうんですかな、MP3 なので、さっきの TTS、MP3.com よりも、ちょっとね、自然な、音声ファイルを作ることができます。で、まずね、ここはそのアカウントを作らなければいけません。さっきの TTSMP3.com はアカウントがなくても使うことができましたね。だけど、この声フォントは、アカウントを作らなければいけません。で、ここの右上のね、ここのところからアカウントを作ることができますが、私の場合はもうすでにアカウントを持っているので、これログインした状態になっています。はい、でね、ここで、オーディオファイルを作るには、この「あなたの作品」というところに行かなければいけませんね。はい、これをクリックします。で、今ね、すでに1つの音声ファイルがここにありますね。はい、でね、これで新規作成っていうのを押そうとしても、これを押すことができないんですよ。てかね、これを押すとこういうふうにですね、プランのアップグレードが必要と言われてしまいます。で、なんでかっていうと、この全ての料金プランをちょっと見てみたいんですけど、私今無料バージョンですね。無料バージョンのところで、1作品の保存と管理と書いてあります。なので、つまり作品を1つしか保存することができないんですね、このフリーバージョンだとね。はい、でもそれでもいいと思います。なんでかっていうと、ここからね、ダウンロードすることができるからですね。はい、だけど、今はね、要するに1つの、無料バージョンだと1つの、作品しか保存することがないんですけど、でもこれ削除して、つまりね、音声ファイルをダウンロードしてから削除して、それからもう1回また別の作品を作れば大丈夫です。はい、で、今1つ削除したので、この新しく作品を作成するというのがクリックできるようになりました。はい、これをクリックします。はい、じゃあですね、この中で、まずね、最初に声を選ばなければいけないんですね。で、男性と女性に分けておくと聞きやすいので、そうですね、これロボットの声なので、こっちじゃなくてこれにしてみましょう。まずこのアリアルのね、楽しい声っていうのがあるんですね。アリアルのこれ、喜んでる声。これにしましょうか。はい。はい、これを1個の AI 音声を使用。はい、これをクリックしました。これで1つ選んだんですね。はい、で、今度ね、もう1つ男性の声もあった方がいいので、このね、アベルーニっていうのが男性なんですね。はい、これもちょっと選んでみましょう。これも選べるのかな。これは1つだけだから選べないですね。はい、じゃあこれも選びますね。はい、これで2人の声を選んでいますね。はい、選んでいますので、これで完了に行きましょう。完了。はい、じゃあここでは、そうですね、マクドナルドの注文の、音声ファイルを作ってみましょうね。最初これ誰だっけ？これ楽しい人ですよね。まあいいや。はい、じゃあこの人にしてみましょう。はい、じゃあここで、
いらっしゃいませ。はい、でそれでブロックを追加、あ、間違えちゃった。はい、今音声入力していたので間違ってこれが入っちゃいました。このブロックを追加を入れますね。はい、でさっきはこのアリアルだったので、このアベルーニの声にしますね、今度ね。はい、で、はい、マックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトをお願いします。はい、で今度ブロックを追加しますね。で今度は、はい、アリアル、はい、かしこまりました。マックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテト1つですね。お持ち帰りですか？はい、こちらね。店内でいただきます。はい、こちらも今度はアリアルの方ですね。どうしようか。お待たせいたしました。こちらマックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトになります。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。はい、まあこんな感じにしておきましょう。はい、でこれでですね、そうですね、この音声をつなげるをしてもいいんですけど、このダウンロードする前に確認したい場合はこの音声をつなげるを押すといいと思います。はい、ですけどここはちょっと皆さんをお待たせするのは申し訳ないので、この音声をダウンロードをクリックしますね。はい、でここでは分割しない MP3 で音声ファイルのみということでダウンロードしてみたいと思います。はい、今ダウンロードが始まりましたが、ちょっとですね1分ぐらいかかるので、見ている人のために、この、あれですね、YouTube の、早送りのキーボードをご紹介すると、今ねキーボードの、パソコンの場合はキーボードの L ですね、キーボードの L を押すと10秒ぐらい早送りすることができます。キーボードの J で、10秒ぐらい戻ることができますね。はい、あ、もうできました。はい、ここでダウンロードできたので、じゃあ早速これを聞いてみましょう。はい、この無題の作品01っていうのは多分そうですね。はい、じゃあこれを、開いてみますよ。いらっしゃいませ。マックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトをお願いします。かしこまりました。マックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトを1つですね。お持ち帰りですか？店内でいただきます。お待たせいたしました。こちらマックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトになります。ごゆっくりお召し上がりくださいます。はい、こんな感じですね。でね、ちょっとねマックチキンバーガーっていうのが私はちょっとなんか変なんですけど、っていうかね、マックチキンバーガーじゃなくて多分マックチキンバーガーじゃないですかね、普通。どうなんだろう。でそういうふうに思うときはここのところですね、ここでマックチキンバーガーっていうふうになっているので、これをマックチキンバーガー、こういうふうにね、マックチキンバーガーというふうにすると、実際のそのこの音声も変えることができます。ただちょっと私はあんまりその最近ね日本のハンバーガー屋さんに行ってないので、それが正しいのかどうかは分かりません。ちょっとこれ一応もう一回聞いてみましょうか。マ
マックチキンバーガー2つと L サイズのフライドポテトをお願いします。はい、今みたいにですね、今度アクセントが変わったのに気がついた人もいるかもしれません。最初はマックチキンバーガーだったんですけど、今はマックチキンバーガーというふうになっていましたね。まあ、こういうふうになんか変だなと思ったときはこのマークで、そのアクセントとかを変えることもできます。はい、これね、さっきの、TTS-MP3 に比べると、まあ、アカウントも必要だし、こういう操作もちょっと難しいんですが、パソコンに慣れている人にはこちらの方をお勧めしたいと思います。これちょっと難しいなと思う人は、もうこれではなくて、最初のね TTS-MP3 でも結構です。はい、それでは、このビデオはここまでになります。フィルムリング。